入山届みたいな感じですね。このビー玉を岐阜県外県内樽井町というところへ入れて集計してるようですね。ちょっと入れます。竹中半兵衛ゆかりの地を巡ります。岐阜市の家を出発して西の方へ、西の方へ向かいますね。21号線をずっと行って、ここから大垣の方に入ります。半八町とか一夜城のあたりを通って一台で出かけました。こういう風なルートをたどって樽井町に入ります。樽井町から、ちょっと時間があったので、ここが前提の集合場所だったのですが、時間があったのでここで関ヶ原に入って、戦国の関ヶ原合戦のゆかりの地をちょっと車で巡ってきました。で、時間になったのでここで全体と待ち合わせて、ここが登山口となります。ちょっと大きくしてみますね。で、ここが全体の集合場所でした。で、ここから車1台で行って神社の境内の下のところの駐車場で車を止めて、ここから歩くという形を取りました。ちょっとここからちょっと拡大、ここで駐車場ですね。で、こういうふうな石段の道を歩いて、この芭蕉の雲があったんだ、あった芭蕉の雲がありましたね。ちょっと取れそうになったんです。で、ここで白山神社、いよいよ登山にかかりました。神社と寺と2つ一緒にありますね。で、こういうルートで菩提山まで行きました。ここに竹中半兵衛の菩提山城っていうのか、菩提山城っていうのかな、ここに城があったんですね。401メーター標高401メーターの三角点のちょっと北の方に竹中半兵衛が実際に治めた居城があった場所です。ちょっと地図をちょっと変えてみますね。こうでどうだ。やっぱり見にくいな。入山届の玉をこう入れる場所がここにありました。で、こう登っていって、ここから町並みが見下ろせましたね。これ鉄塔があるんですけども、ここの地図では鉄塔が見えて今いないようです。で、坂道をこう登って、ずーっと登って菩提山へ着きました。で、ここはちょっと歩いて行ったりなんかこんなことをしたりして、ここで昼ご飯を食べてます。帰り道は同じルートをたどって帰ってきました。菩提山の頂上はこんな風になってますね。402メーター、登った場所が89メーターか、結構標高差がありました。岐阜はここか。岐阜は7メーターなの。ぐーっと来て、この後の動画でご紹介します。10分間だけちょっと撮らせてください。あ、映ってる映ってる、お腹って言うんだもん。このシダを取ってください。シダを、シダですね、鹿のシダ。これでもものすごいでっかいシダ。開口寺用の道路がありました。これ植えてるん、あ、植えてるん、植えた、あんなことないから、ね、人工臭いね。榊みたいに見えるんですけど、そうですね。鉄道作るようにあちこち道路ができるようにね。どうした、地面ばかり見ないで周りもよく見てください。
私あの高山で取材に行くときにそれぐらいのカメラがあると楽だったね。あったね。あの時は まだ昔は重たかったからな。重いし伝送ができんし。ねえ。そろそろ暇を持て余してきた俺。だろうね。うん、なんかやらんといかんわ。そのさっきのなんかハイキングの会員みたいなの別のやつあるんですか？いや、僕作ってないよ。あ、そうなの？ないない。僕はあのね、真鍋さんが言ってたのは、うん。なんていうの、なんとかツーリズムだったよ。あ、クラブツーリズム。クラブツーリズムか。ほう。要するにあの会社があのやってる山登りの、あれ山登りってもんですか？いや、ね、いろ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 あるんか。いろいろあります。山登りもある、旅行も行けるし、あれ海外旅行でやってるクラブツーリングですか？多分それも一緒だと思う。おお。あれは近鉄ですよ、元は。あ、そうなんだ。近鉄通りと誰も感じると思われるから、名前変えた。あの市民ハイキングってあるでしょ、岐阜市の。あ、ありますね。あんなのどうなんですかね、市民歴史を探訪するとか。あの岐阜市でいうとあの乗り合いバスのツアーもありますよ。ね、はあ。最近はあの結構山歩きのバスツアーもあるからね。うん、ああ、お年寄り向きの。そうそうそう。いや、俺暇なんか絶対持って遊ばないと思ったけど、ちょっとここ 2,3 日あれもしかしたら暇かなと。いや、俺ね暇になれるとね。全然ダメになる。ダメになる？うん、なんか俺も言われてるんだよ。2回しか出かけてないのにさ。うん。収集だった。あれ何や、何にも覚えてねえなと思うわ。俺一週間どこへ行かんこともあったもんな。あの、歩こうと思った時はいいけど、そのうち体力がなくなって。時刻は9時34分。ちょっとなんか高度は317メートルです。誰か後ろから可愛い子が来たらあのさっきどうもベルトであのボリューム最大にしてしまったみたいだけど、どっかで休憩で、でもこんなん籠城させようと思ってもわけもないね。何年1ヶ月もそう何年も持たんわ ねただ今のじゃないけど昔は殿様もここに住んどったらしいですよ。ああの例の下の巨漢っていうのは、うん、あの竹中半兵衛の息子が作ったんですって。あだからそうだからあの竹中半兵衛の時代はここにしかこの山にしか城がなかったはずなんです。だからここを毎日通っとったんじゃない？まあ毎日じゃねえか。遊郭やそこに来るだけだな。大ちゃんも多分行ってないと思うんだけど、帰り道で降りたところにお寺があって、半兵衛のお墓あるんだ。ああ、そうそう。善道寺ね。そこ、さっき行ってきました。ああ、行ってきた。お墓見てきた。竹中半兵衛はあの昔、あの稲葉山城、岐阜城ね。うんうん。岐阜城を、わずか手勢15億人で岐阜城を乗っ取ったそうです。あ、そうなんだ。すごいね。で、1年間治めてたんだって、城主になってたんだって、あそこの。その時、殿様は誰やったんだろう？斎藤辰興。あ、そうなんだ。うん、あれ、息子。道さんの、あの、孫。孫、あ、孫か。なんか、風呂入っとって、攻めてきた時にね、うん、風呂入っとって、あの、浴衣着でままに城を逃げ出したとか言って。へぇー。そういう逸話がありますね。はぁ、15人で。16人だったかな、家来16人。はい、時刻は9時44分、高度は363メートルです。下から見えるあの旗が見えてきた。わざと斜めの座席を作ったしな。いや、そうだ、木が全部あって何も見えない。全部作ったんだ。高度およそ400メートル地点です。トラムチ。
は9時54分、高度は400メートルです。うわあ。ああ、見えてきた。杉原の決戦場です。あ、着きました。ありがとうございました。あ、こっちの方だったですか。あの木の。あ、本当だ。あ、見える見える。下からあの山が見えたもんね。伊吹山。伊吹山ですか。決戦地はさっきちょろっと寄ったとこ。これは樽井町ですか。樽井町の、あの町そのものはね、もっとうんと向こうだけど。ああ。この眼下に見えるのは岩でだ。あ、じゃあそこから登ってたんですね。樽井町ですね。伊吹山系の東端に位置する標高400メートルの五台山頂に。五台山頂に築かれた東西約150メートル、南北約300メートルの西見の最大級の山城である。岩手山城。あの小学校の横だもんね、うん、あ、小学校見えてるわ。 あれグラウンドが小学校のグラウンド、あの子が駐車場だから、あの門のところが、はいはいはい、あの学校のすぐ向こうだから。うーん、で帰るとかその辺から降りてちょっと歩くってことですね。そうこっちからずっと左へ回るから、ね、あれがさっきのテッドルか。ここが車を止めた場所で戻りました。車で戻ってここまで車で行って、ここで駐車して向かったところが竹中半兵衛の墓所ですね。墓所は兵庫県の三木市ってところにある、あの観光武道院にあるのが一般に知られているんだと思いますけども、この樽井町のこのお寺にも、立派な竹中半兵衛のお墓があります。墓所があります。それを見てきました。井の第16番霊場、竹中半兵衛墓所。竹村新吾大臣、前道寺、豊臣秀吉の軍師と手活躍者竹中半兵衛重春公は墓地。当時の重春公の墓は天正15年の父の菩提を、竹中半兵衛のお墓ですね、軍師竹中半兵衛。竹中半兵衛の墓所だそうです。はい、うわぁ、これからお墓行きます。はぁ、無人なんですね。増加だ。これは本物だ。うわぁ、立派なもんだ。代々全部入ってる。ああ、ここは一人ずつ。一人ずつ一個ずつ。うん。竹中神社も。うん。まあ親族ですね。これ写真撮ってもいいのこれ。樽井町の観光課が一日何人来たかを調べてるんで。あ、本人、ご本人ですね。本人です。第二代。これ。なんかお宮さんみたいに、これだから奥さんでしょ。はあ、違うか。そうそう、真ん中奥さん。
墓って言っても、そちらお父さん石じゃないんですね。中に石があるんかな。中に石があるんかね。俺もそう思ってさ。ねえ、うん、岩手その一帯を、これお賽銭傾いてるの何か意味あるんですかね。重くて傾いてる。重くて。いっぱい入ってんだ。旦那さんには何も入ってないのに、奥さんにいっぱい入ってるんだ。ほう。これはみんな、ご一族なんですね。そうです。あとで動画再生すると誰か映っていたりして。これ無縁仏じゃないんですね。違います。違いますね。竹中久作さん。兄半兵衛より2歳年下の弟さん。下のは一般のお宅ですかね。ここから下は。この上が竹中一族で。ここだからですよね。うん、多分そうだと思う。それで我が家もね、多分あと何年かで子供なんか全然興味がないのでさ、そうなる可能性あるよ。そうだね。要するに長男の家が。